皆さん、こんにちは。ホワイトアウルのディレクターのスエリーです。僕の最新作であるザ・グッド・ライフに対して興味を持ってくださって本当にありがとうございます。このザ・グッド・ライフという企画は、レッドシーズプロファイルが完成したすぐ直後ぐらい、だから2010年か、まあ、11年の頭ぐらいからずっと温めてた企画になります。ですので、リフを作ってる時から、この企画が頭の片隅にずっとあったわけですけれども、これを思いついたきっかけっていうのが、レッドシーズプロファイルを作ってた時に、当時のプロデューサーだった方が突然ですね、ロンドンに転勤になってしまいました。で、転勤に行ったまま帰ってこれなくなって、そのままずっと遠隔で僕は大阪でレッドシーズ作って、彼はロンドンでプロデュースするっていうようなことが続いていました。で、その時はですね、なんで僕を一人残して遠くに行っちゃったんだろうと悲しんだんですけど、まあ、よくよく考えると、その時に新しいゲームとしてインスピレーションが来たんです。その、例えばイギリスの田舎町に送り込まれて、そこの街から出られないみたいな、そんなゲームっておもろいんじゃないかなっていうような感じなんですよね。例えば、その大借金があって、その街に行きました。その借金を返し切るまで帰られへんみたいな、そんなシチュエーションで、ちょっとゲームに使えるんじゃないかなと思って、で、まあ送り込まれるわけですから、外国人として。外国人の自分がイギリスに行って、そのイギリスのカルチャーとか、そのど田舎っぷりとか、そういうのに戸惑ったり驚いたりしながら、ホームシックになって。だけど、こう、人々と交流してるうちに、だんだん街のことが好きになって感動していくみたいな、まあ、そんなゲームができたらちょっと面白いかなと思ったんですよ。イギリスの人おもろいなって思ったんですよ。イギリスのね、友人と前に話したときに、その人の家のは子供の頃に羊がおったって言うんですよ。で、その人は僕に、スウェリーの家ってお寺でしょってことは大きい庭があるんでしょ、小さい時に羊はいたのって聞くんですよ。おるわけないし。で、そういうのもろもろあって、そういう面白いイギリスの牧歌的な田舎町で殺人事件が起こる。すごく衝撃的な、猟奇的な殺人事件が起こる。いつもの僕のスタイル、僕が作ってるみたいな。そういうのがあれば、おお、この物語、このゲーム面白いっていう風に、自分の中でこうハマる、なんか歯車が合うみたいな、そういうのがあったんです。せっかくイギリスを舞台にするなら、こうできるだけ奇妙でイギリスっぽくしたいな。なんていうかな、ちょっと知的でロイヤルな感じ。けど、なんか、とことなくダサくて、そういう笑えるところ、愛すべきところがあればいいなって思うようになったんですよ。アメリカの田舎町を当時、レッドシーズン作ってましたから、アメリカとはまた違うエッセンス、匂いとか、こう、温度、肌感みたいなもんが、イギリスだと出せるんじゃないかな、そういうふうに考えたんですね。ザ・グッド・ライフっていうのは、そのジャンルで言うと、借金返済 RPG っていうかな。その、要は、レベルアップの代わりにお金を返していく。借金を返済することによって、それで物語が進んでいくみたいな、そんなゲームですね。主人公は、ニューヨーク出身のフォトグラファー、写真家のナオミです。彼女はですね、こう借金を返済するために、莫大な借金をですね、返すために、とあるクライアントの依頼で、イングランドの片田舎にあるレイニーウッズっていう田舎町に取材に行きます。その町を取材することが、借金を返す条件です。で、その町は世界一幸せな町って呼ばれてて、クライアントはその秘密を知りたがってるわけですよ。で、ナオミはね、これを引き受けることで、この仕事をすることで借金も返済できるし、なおかつついでに自分も幸福になれたらいいなぐらいの軽い気持ちでこの町に行っちゃうんですね。けど、その町で殺人事件に遭遇します。で、町の重要参考人として町から出られなくなってしまうわけです。物語は借金の返済と町の秘密を追うこと、それと殺人事件の行方、この3つの軸で進みます。つまり、あなたは借金を返しながら生活をして、その中で一つのミステリーを楽しむことができる。そういう作品になるわけです。まあ、ミステリーって言っても、また謎が難しすぎて、謎解きがあるから、こう頭つかなきゃならない。それでクリアできないっていうゲームなわけじゃないんですよ。ザ・グッド・ライフっていうのはね、やっぱタイトルの示す通り、生活をするゲーム、生活が中心になるゲームで、そこに借金返済と街の秘密、それと殺人事件っていう3つの軸が入ってくる。そういう物語。主人公のナオミになって、イギリスの田舎町にダイブして、この奇妙な街での生活を楽しんでください。
それがエンディングを迎えるための最良の方法です。よろしくね。Yes, really.